ニントンはアメリカ合衆国の女性総合格闘家、コロラド州コロライドスプリングス出身、トリプルスレッドジム所属、19歳の時に両親の反対を押し切って格闘技を始めた。2012年3月13日、プロデビュー戦でキム・クー・トゥアと対戦し、膝蹴りで TKO 勝ちを収めた。2012年7月28日、インビクタ FC にで、 サラ・モラスと対戦し、3から0の判定勝ち。2012年10月6日、インビクタ FC3 でキャット・ジンガノと対戦し、リアネーキット・チョークで一本負けを喫した。2013年8月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン18に参加。ハウス入りをかけた、イルミネーションマッチでは、トーニャ・エヴァンジャーにギロチン・チョークで一本勝ちを収め、 ミーシャテイトがコーチを務めるチームテイトに選抜された。女子バンタム級トーナメント1回戦でジェサミン・デュークと対戦し、3から0の判定勝ちを収めたが、準決勝でジェシからアーコーチに0から3の判定負けを喫した。2013年11月30日、UFC 本戦初出場となったザ・アルティメット・ファイター18フィナーレで、 同じチームテートに所属していた六三モダフェリと対戦し、3から0の判定勝ち。2014年3月15日、UFC171 でバーアンタム級ランキング9位のジェシカ・アンド・ラージと対戦し、1から2の判定負け。2015年2月28日、UFC184 でバーアンタム級ランキング13位のホリー・ホルムと対戦し、1から2の 判定負け。2015年9月5日、UFC191 でバンタム級ランキング13位のジェシカ・アンドラージと再戦し、リアネイキッド・チョークで一本勝ちを収めるベンジに成功。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年4月16日、UFC オン・フォックス19でバンタム級ランキング8位のベチコ・ヘイアと対戦し、2から1の判定勝ち。 2016年11月12日、UFC205 でバンタム級ランキング1位の前、王者ミーシャテイトと対戦。TUF18 の指定対決で3から0の判定勝ちを収め、試合後にテイトは現役引退を表明した。2018年5月12日、UFC224 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで王者のアマンダ・ヌネスと対戦。 肩の手術や自動車事故の影響から1年8ヶ月ぶりの復帰戦となったが、5R にパウンドで TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2018年11月10日、UFC ファイトナイト、コリアンゾン BVS、ロドリーゲスでバンタム級ランキング5位のジャーメインでランダミーと対戦し、0から3の判定負け。 前日計量でペニントンがバンタム級の規定体重を2ポンドオーバーしたため、138ポンドのキャッチウェイトで試合が行われ、ファイトマネーの20%がデランダミーに支払われた。2019年7月20日、UFC オン e SPN、ロスアンジュス VS、エドワーズで女子バンタム級ランキング10位のアイリーナルダナと対戦し、2から1の判定勝ち。 2020年1月18日、UFC246 で、女子バンタム級ランキング3位のホリー・ホルムと約4年11、か月ぶりに再戦し、0から3の、判定負け。2020年6月20日、UFC オン・ ESPN、ブレイズ・ VS、ボルコフで、女子バンタム級ランキング10位のマリオン・レノーと対戦し、判定勝ち。千二十一年九月十八日、 UFC ファイトナイト、スミス VS、シュパンで、女子バンタム級ランキング12位のパニキアンザドと対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。